県内でデザインなどを学ぶ高校生の卒業制作を集めた岡山県高校デザイン展が岡山市北区の天神山文化プラザで始まりました。発泡スチロールやアクリル板、サインペンなど様々な材料で制作された個性的な作品が並びます。岡山県高校デザイン展ではデザインなどを学ぶ県内5校の高校生が1年かけて制作した卒業作品を中心におよそ400点が展示されています。歯車の仕組みを生かしたオルゴール、キラキラ星が流れます。釘の位置でリズムなどを調整しています。岡山県高校デザイン展は今月22日まで天神山文化プラザで開かれています。